めまして、高木さんちの今日のご飯へようこそ。高木です。本日のレシピはクリスマスっぽさ全開ということで、食べられるスノードームのツリーカップケーキを作っていこうと思います。イエーイ。今日ぐらいクリスマスっぽさを味わっていくぜ。ということで早速取り掛かろうと思います。では本日も行ってみよう。本日の食材はこちら。少し多いのでまた分割していきます。ではまずこちらから、ゼラチン風船。こちらはスノードームのドーム部分ですね。お次に土台になるレンジで作るココアマフィンの食材、ホットケーキミックス、牛乳、バター、卵、ココアパウダー、そしてカップケーキの型です。そして最後に木の部分ですね。とんがりコーン、バター、緑の着色料、粉糖、クリームチーズに、こちらちょっと飾り付けようかなと思って100円均一でこういうのも買ってきました。それでは作っていきましょう。まずお皿にゼラチンを 20g 入れていきます。そしたらここに水を 60cc 加えます。軽く混ぜて電子レンジで40秒ほど温めていきます。レンジで温まったら少し粗熱を取ってあげます。そしたら粗熱を取っている間、風船を洗って膨らましましょう。膨らませていきます。ちょっとね、伸ばしてから膨らませるといいですよ。そうですね、これぐらいで大丈夫ですかね。じゃあこんな感じで風船をいくつか作ってきます。ではお次、風船に竹ひごをつけていきます。セロハンテープでここをぐるぐるぐるって止めてあげれば OK です。これを8個作っていきたいと思います。はい、それでは段ボールを用意してきました。まずはこのゼラチンに先ほどのくぐらせの、このくぐらせる作業を2回しぐらいやりたいなと思うんですけど、こんな感じで全体にくぐらせて段ボールに足します。垂れちゃうんで段ボールの方に向けてあげるといいですね。ゼラチンをつけては段ボールに刺していきます。ブスッ。これを繰り返します。一巡してこんな感じです。一巡したらもう一回つけていきます。はい、ではこのようになりました。ではこの状態で一晩置いていきます。ということで、こちら1日経って乾いたので取り外していきましょう。ではまず風船の空気を抜いていきます。パーンと割ったら怖いんで、ここちょっとだけ切れ目を入れてゆっくり空気抜いていってあげます。風船がゼラチンに結構へばりついてると思うんですけど、それは優しくちょっとずつ剥がしていってあげてください。焦らずにゆっくりやれば綺麗にこんな感じでどん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 剥がれてってくれるんで。はい、いかがでしょう。スノードームのドームの部分完成です。これを個数分繰り返します。さあいかがでしょう。全部風船からゼラチンを剥がしてこんな感じになりました。綺麗だね。ではまず無塩バター 20g を、では600ワットで20秒温めてきました。それではここにホットケーキミックスを 150g 入れて、牛乳 100cc、 卵1個、そしてココアパウダーを入れていきます。ココアパウダーは 20g です。ダマがなくなるまでしっかり混ぜます。それではマフィンの型に生地を流し込んでいきます。だいたい型の半分ちょっとぐらい入れれば大丈夫です。空気を抜いてあげてください。そしたらレンジで60秒温めていきます。1個ずつやってくださいね。1分とプラス10秒して出来上がってきたのがこちらです。で、竹串でちょっと刺してみて、ベチャっとしたような生地がついてないじゃないですか。ついてたらもう10秒プラスしてあげてください。つかなかったら完成です。ほかほかで美味しそうです。
これを残りいくつか作っていきます。では今度はツリーのクリームを作っていきます。室温に戻しておいたバター 80g に粉砂糖 80g を入れて混ぜます。少しそれでも硬いなーって時は20秒ぐらいレンジでチンして柔らかくしてあげてください。バターと粉糖がしっかり混ざったら、これまた室温に戻しておいたクリームチーズを 100g 投入します。そしてさらに混ぜてきます。そしたら軽くスプーン3杯分ぐらい外に避けておきます。そしたらここに緑の着色料を入れてさらに混ぜていきます。はい、ではクリームが緑になったので完成です。ではカップケーキに盛り付けていきたいと思います。まずはやっと出番が出てきたとんがりコーン。ではまずこのとんがりコーンを指にはめていきます。はい、メラゾーマー食べます。はい、失礼いたしました。ではまず先ほどスプーン3杯分ぐらい避けたこの白いクリーム、生地の上に伸ばしてあげます。地面に雪が積もってる風にしたいので、それっぽくやってください。ではここの上にハウスとんがりコーン、そしたら先ほどの緑のクリームを絞り袋に入れます。こういうなんかちょっと先っぽが少しギザギザしてるようなのがあればいいなと思います。ちなみにこれは100均で買ってきました。はい、こんな感じです。絞り袋がなければ直接これに塗っていってそれだけでも全然綺麗だと思うんで大丈夫です。じゃあここにデコレーションをしていきたいと思います。いかがでしょう、意味？はい、ではこんな感じでツリーのカップケーキができました。それではこいつらを使ってデコレーションしていきたいと思います。やっぱり星はてっぺんだよね。いかがでしょう、ツリーのカップケーキデコレーションバージョンです。ではではここにつけていきたいと思います。ちょっとここがギザギザでギザギザすぎてなんかうまいこと入らなそうっていう時は軽くここを平らにハサミで切ってあげてください。ジンバサミかなんかで。ででん、おー、いやーいいないいないいな、めっちゃ可愛いな、これいいよ。スノードームのツリーカップケーキ完成です。粉糖かけた方がいいんじゃない、これ。あ、全部にかけよう。スノードームのツリーカップケーキ完成です。はい、というわけで完成です。ドゥドゥドゥン、いかがでしょう、めっちゃ綺麗じゃないですか。食べていきたいと思います。いや、1日置くやつっていうのはなかなか大変だね。いやいや、まあその分がね、作りがいとかこうやって綺麗にできたらめっちゃ嬉しいからあれだけど、じゃあまずはいただきます。まずはじゃあこの1日かかったゼラチンの方から一緒に食べた方がいいね、これ。うん、こっちがパリパリしてて結構硬い分甘さとすごくよく合う気がするね。中のなんか食べたもの見せるのもあれなんですけど、とんがりコーンがいい具合に周りの甘さと甘じょっぱい感じになっててめちゃんこ美味しい。下のマフィンには砂糖とか入れてないんで、それこそ一緒に食べるともうバッチリです。うんうん、あ、うまい。このマフィンもレンジですよ、混ぜてレンジで1分チンしたとは思えないぐらいふわふわしてておいしい。この甘みのあっさりしてる感じと上のクリームとの相性がまたいいね。これはいいね、おいしいね。余ったクリームとか煮つけて食べてもいいかもですね。では残りはクリスマスに向けて食べていこうと思います。ということで本日の動画はいかがでしたでしょうか。では皆様、良いクリスマスをお過ごしくださいませ。メリークリスマス。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。